おはようございます目覚まし朝礼の時間ですなべこ担当の3回目の朝礼ですよろしくお願いします今日の朝礼は文章で遊ぶということをやりたいと思います私は高校生の頃からイラストレーターの和田誠さんのファンでその頃から持っている和田さんの本に ロンドン・パリという本があります。この中で非常に印象に残っている和田さんによる遊びがあります。それは川端康成の「雪国」の書き出しを星新一、谷川俊太郎、大江健三郎などといったさまざまな作家の文体で36パターンにも依頼とされたというものです。元の文はこのようなものでした。 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった夜の底が白くなった信号所に汽車が止まったそれが例えば星新一だと国境の長いトンネルそこを抜けると雪国のはずだった信号所に汽車が止まるどこからともなく一人の娘が立ってきて N 氏の前の窓を開けた それが横溝静止犬神家の一族の作者ですね、ドラマ化、最近されたみたいですけど、それですと、金、え、田、ー、一幸助の勧めで、私がこれから記述しようとするこの恐ろしい物語は、昭和10伐年、伐月伐日、国境の長いトンネルを記者が通り抜けたところから始まったとなります。 それぞれの作家の持つムードが書き分けられていて、元は同じ文章なのに、様々に着替えさせられていて、目を見張りました。さて、今日のお題ですが、走れメロスの以下の部分を書き換える練習をしてみましょう。好きな作家。 重松清とか吉本バナナ伊坂幸太郎村上春樹などの文体に挑戦してもいいですし小説家の文体の真似をするのが難しかったら小さな子どもの絵本風日本昔話風女子高生風高校生風インチキ関西弁風新聞記事風ニュースキャスター風電報風短歌詩戯曲にしても構いません。それでではは原文はこちらです メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意したこのお題は少し時間がかかるかもしれませんが皆様の力作をゆっくりとお待ちしております。それででは君にならできる。